サー・ウィリアム・ビーティは、アイルランド生まれのイギリス海軍の軍医、内海。アイルランドのデリーで生まれ、1791年に18歳で、軍医助手として軍艦に乗った。トラファルガーの海戦時のビクトリーの軍医として、ホレイショネルソン提督の最後を見取ったこと、そして、この時の様子を綴った、ザ・デス・オブ・ロード・ネルソンで有名である。ビーティは、 アイルランド国税局の職員である父ジェームズと母アンスミスの長男として生まれた。彼がどのような教育を受けたかについての記録は残されていないが、地元の学校、おそらくはフォイルアカデミーと思われる学校に通い、その後医学の勉強をしている。グラスゴー大学医学部あるいは、ロンドンのザ・ユナイテッド・ハースピトルズ・オブ・ザ・ボロー、ガイズ・ホスピタルとセント・トーマス病院で学ぶ前に、 近くの文倉名で半急待遇であった海軍軍医の叔父、ジョージ・スミスの下で医学の修行をしたようでもある。明らかなのは1791年5月5日に18歳の BET はイングランド王立外科医師会会員を前に試験を受け海軍が求めている雇用条件を満たしているとされた。BET は早速64問の三等官ディクテーターに 第二軍医助手として乗り込んだが、間もなくして三十二門フリゲートのイフィゲニアに転属となった1791年9月のことだった。1793年2月1日には三十二門フリゲートハーマイオーニーの第一軍医助手となった。この日は革命期のフランスがイギリスに戦線告を行った、まさにその当日だった。ハーマイオーニーはカリブ海に向かい、 到着後の1793年9月5日、BET はスクーナーフライングフィッシュの代理軍医となった。1794年6月25日にはポルトプランスで28門フリゲートアリゲーターの代理軍医に就任した。ここでは早々に黄熱病の発生に直面することになり、乗員の4分の1に当たる50人がこれで死亡した。 アリゲーターはイギリスへ戻り、1795年2月19日、ビーティはもう一度王立外科医師協会の試験を受けて、軍医として勤務する資格ありと判断された。ビーティは1795年3月8日、28門、フリゲート、ポモナの軍医となったが、ほどなくして、艦長のオーガスタス・フィッツロイと衝突した。 7月19日、BET が患者名簿に記入した2名の状態に関しての話し合いがとげとげしいものとなり、このためフィッツロイは BET を無能で自分を侮辱したと非難し、その後 BET の逮捕を命じた。BET の軍法会議は8月4日にノアに停泊していたマラバアの艦上で行われた。一等会議と二等会議をはじめとする目撃者の聞き取りの後、 12人のシニアキャプテンにより、BET はすべての点で無罪となった。1795年9月、BET は38門、フリゲート、アメテイストの軍医に任命されたが、それからわずか3ヶ月後の12月29日、かなりの強風が吹き荒れる夜に、ガーンジー島周辺を航行していた、アメテイストは難破し、オルダニーの海岸に座礁せざるを得なくなった。 BT の次の配属先は32門フリゲートのアルクメンで1796年3月26日に就任した。この艦の仕事はアメテイストよりもはるかに恵まれていた。アルクメンがポルトガルの沿岸とスペインとで海戦に加わり、市中海作戦では多くの艦を打破した。1799年10月17日、アルクメンはエタリオン、 ナイアとトリトンとスペイン沖を航海していたところ、スペインのフリゲートであるテティス、そしてサンタブリガーダと交戦し、この2隻を打破した。イギリス艦は、この2隻が金の延べ棒と高価な貨物を積んでいたことを大いに喜び、それを換金したところ、総計65万2000ポンドにもなった。ビーティに支給されたのは2468ポンドで、これは、 彼の年俸の40倍に相当した。1801年3月、BET はアルクメンから36門フリゲートのレジスタンスへ転属し、1802年1月のアミアンの和訳で英仏間の争いが終わるまでこの間にいた。その後は半急待遇となり、1日あたりにシリング6ペンスが支給された。平和は長続きしなかった。 1803年5月、イギリスはフランスに宣戦布告を出した。7月にビーティは巡視艦隊グの軍医として74門戦列艦のスペンサーに乗った。この艦はブレスト沖の海上封鎖艦隊に配置されており、その翌年まで嵐の多い冬の真中配置されていた。1804年6月、スペンサーはスペインのフェロル。 江北西部の封鎖を行っている最中に岩礁にぶつかり、修理のためプリマスに戻らざるを得なくなった。その後、スペンサーは地中海に派遣され、8月にトゥーロン沖を封鎖しているネルソン艦隊に合流した。1804年の12月、BET は同じアイルランド人でアルスター出身のジョージ・マグラスの後任として、ネルソンの帰還ビクトリーの軍医となった。 マグラスはジブラルタルの海軍病院にいたところを軍医としてビクトリーに乗ったのである。瀕死のネルソンと彼を取り巻く人々。向かって右のネルソンの脈を取っているのがウィーティ。1805年10月21日、トラファルガーの海戦の当日にはビクトリーには815人が乗り組んでいて、そのうち57人が戦死、109人が負傷した。 BET 一人で銃の切断手術に駆り出された。大部分は足の切断で、この手術により多くの命が救われた。負傷した者のうち、後に死亡したのはわずか6人だった。しかし、ネルソン自身が負傷した時は BET は治療を施さなかった。これについて BET は、もう手の施しようがなかったのだと主張した。ネルソンは自分が死んだ場合、当時の他の海軍軍事にや、 上院のように、単に水槽されるのではなくて、故国に埋葬してもらいたいと話していた。そこでビーティは、イギリスに帰り着くまで、デイトの遺体を保存する必要があり、ブランデーの樽に漬けておくことにした。1805年10月28日、ビーティは、遺体から放出される、機体類のため樽の線が吹き飛んだことを話して、位置についていた保証の開閉を驚かせた。 ジブラルタルについてから、ソンにはエチルアルコールが並々と入れられた。そうすることで、遺体の空洞となった部分が満たされるからだった。この事件が、イギリスの上院が遺体の入っていたタルのブランデーを飲んだとする伝説に繋がったものと思われる。ビクトリーがノアに近づいたため、BET は検視を行い、致命傷の元となった銃弾を除去し、 その後に報告書 A コンサイスヒストリー・オブ・ザ・ウンドを書いた。ビーティはロンドンで行われたネルソンの国葬に出席した。ビクトリーは1806年1月に退役し、ビーティはシアネスの病院センサセックスの軍医となった。そこで彼はオーセンティック・ナラティブ・オブ・ザ・デス・オブ・ロード・ネルソンをもの、し、これは結局1807年の初頭に出版された。 BT は1806年9月25日、海峡艦隊の艦隊員となった。その年の2月28日に、アバディーン大学医学部から艦隊員となるに必要なだけの学位を受けたのである。この仕事は沿岸部中心に行われ、ほとんどは行政に関するものであったものの、1807年には BT 自身と他の多くの海軍軍医が、首都の実践のための啓蒙活動を行った。 BT は、艦隊医を1815年まで務め、そして戦争は終わった。BT は1815年から1817年までは、エディンバラで医学の勉強に戻り、1817年10月14日に、セントアンドリュース大学から2度目の学位を得て、1817年12月22日には、ロンドン王立医学院で、開業の資格を得た。そしてその後年間、 プリマスで民間人相手に開業し、1818 18年4月には、ロンドンリンネ協会のメンバーに選ばれ、また、王立協会の会員として受け入れられた。グリニッジ病院1822年9月、BET は、ロンドンのグリニッジ病院の医師となり、その後17年間勤務する一方で、スコットランド滞在時のジョージ4世の G ともなり、1827年には、 クラレンスコーの次位となった。クラレンスコーはその後すぐにウィリアム4世として即位し、BT を1831年にナイト尺に除した。BT はまた、ロンドンのビジネス界や科学界で重要な位置にあった。クレリカルメディカル保険会社や、ロンドングリニッチ鉄道の理事を務め、長期にわたって蓄えた資産で、 多くの資料や本を集めた。BT は1839年7月に66歳で第一線を退き41年間の現役生活への報酬として年間200ポンドの恩給を受け取った。ロンドンのパディントンのヨークストリート43番地に住居を構え、トラファルガー広場のネルソン記念柱創設のための組織委員会の委員となった。 1842年3月25日、ビーティは帰還支援のためヨークストリートの家で死亡した。ケンサルグリーン墓地に埋葬され、本人の希望で墓には目立たないアーチ型天井が付けられた。1990年代になってビーティの墓であることを示す記念碑が1805、クラブによって取り付けられた。これはトラファルガーの海戦に参戦した軍人たちの思い出を、 語り継ぐための団体である。2005年に放送されたチャンネル4のドキュメンタリー番組トラファルガーバトルセルジンではアイルランド人俳優フランシス・マギリがビーティに奮し戦闘中の医療活動に重点を置いて描いている。また、ビーティが使用した手術道具はグラスゴー王立医学及び外科学校で見ることができる。ありがとうございます。